はい、本日はですね、買ってよかったものを4月編というのを紹介していきたいなというふうに思います。毎月毎月あっちゅう間に来るんですよね。まあ、今月もあの4月もあの買ってよかったものっていうのを紹介していきたいなと思うんですけども、これ結構人気でやって、意外と服とかよりも途中で喋るね、番外編とかも結構人気あったりするんで、結構僕番外の方力入れてご紹介しますので、また今日もね、楽しみにしていただければいいかなと思うんですけど、4月に購入したファッション関係のアイテムっていうのが合計9点あるんですね。で、まあそろそろあった高くなってきたから T シャツがあったりだとか、まああとそれ以外でショーツとかね、あとカバンとか紹介したかな。まあそんな感じで9点バッバッバッって紹介したんですけども、まあ、その中で今月トップ5にしようかなと思っていろいろランキング考えてたんで、一応1位から5位まで振ったんですよ。1位から5位まで振ったけど、わ、これ5位そんな用ないなと思ってもう外したんですよね。だから一応今回はトップ3ということになってて、ここ最近3ヶ月ぐらいはもうトップ3しか紹介しないので、あんまり豊作というかええのがその5つも出てないんですよ。まあ、個人的にね。だからまあ一応今回もトップ3ということで紹介していくので、本日流れとしてはまずトップ3、2位というふうに順番に紹介して、1位に行く前に番外編ですよね。番外編紹介するんですけど、今回番外編何個あるのって、1、2、3個、3個か。3つありますので3つ紹介して、本日最後におしまいにしていきたいなという順番でいきたいなと思いますね。まず最初は第3位からいきたいなと思います。買ってよかったもの第3位というのは、こちらのダナーのブーツですね。これあのダナーフィールドって言って、普通のダナーより半額ぐらいで買えるんですっていう話したと思うんですけども、早速ですね、僕これ履いてるんですよね。で、まあまだキャンプとかは行ってないんですけど、いつ履いてんのというとですね、まあ、個人的な話なんですけど、今バイクのね、免許を取りに行ってて、中型バイクの免許を取りに行ってるんですけど、その時にね、中型バイクのミッションの方ってね、ギアガチンガチンって買えるんですけど、スニーカーやったらね、若干ね、こう痛いんですよ。だからなんかこれええのないかな、あ、そういや、俺ダナーのブーツあるやないかっていうことで、もうちょっとね、このギア変えた後とかちょっと汚れてるんですけど、これをあのガシガシ履いてます。ちなみにあのもう何回か教室は行ってるんですけど、雨やっぱり降ったりとかすることもあったりしても全然いいし、汚れても全然いいから、まあ、本来バイク用に買ったわけじゃないんですけど、まあ、キャンプとかでもね使えるんじゃないかということで購入はしたけども、まあまあ良かったかなと思います。まあ、ただ第3位やった理由っていうのは、もちろんダナーとかってね有名なのでご存知の方多いと思うんですけど、やっぱり靴ずれするんですよね。で、靴ずれせえへんっておっしゃる方もいてはるんですけど、僕大体どんな靴履いても靴ずれするんですよ。で、特に革靴なんか百発百中で靴ずれするんですよね。で、まあ僕の場合どこ靴ずれしたんかというとですね、この足首のところの左側だけなんですけど、左のねこの終端が重なってるところがあるんですけど、そこがね若干こう痛いんですよね。だから歩くごとにそこがちょっと当たるんで、まあもうちょっとしたら慣れてくるんやろうけど、まあまだまだね履いていかなあかんなということで、まあ、履き心地とか、まあ、そういうのをもう頑丈にガシガシ履けるとかはめちゃくちゃいいんですけど、でやっぱあのもう靴ずれしたところが、まあ、ちょっとあれやったかなというところで、まあ第3位ということになっております。では買ってよかったもの第2位というのが、こちらのバギーズロングですね。まあ、バギーズショーツは3月に買ってよかったものでご紹介したんですけど、バギーズロングもまあやっぱなかなか良かったなと思うんですが、第2位1位にならんかった理由の大きな理由としてはですね、このバギーズロングならではなんですけど、まあ当たり前ですけどね、バギーズロングって言ってるぐらいからちょっと丈長いじゃないですか。で、丈長いからこういったねブラックとかこういうタンとかネイビーとかはいいんですけど、派手な色ってね生地が長い分ちょっと足が短く見えるんですよね。だから派手な色履きたい方とかは多分ショートの方がいいと思うんですよ。短いタイプの方が派手な履いても足が短く見えへんけども、こういった生地が長い分肌色の面積狭なるんですね。ここの面積狭なってくるから、めちゃくちゃ足短いやないかいということになってくるので、まあ、これがね僕がバギーズロングをあんまり今まで買わなかった理由の一つではあるんですけど、まあ、ただ今後キャンプする予定ではありますのでね。ちなみに来週キャンプ行く予定にはなっておりまして、これ今動画アップしてるのは4月末になってると思うんですけど、現在今撮影してるのは4月の中旬になっておりますので、まあ、4月中にキャンプに行く予定になってるので、まあ、そこで一回履いてみてね、ああええやないかとか、これやっぱ良かったやないかということで思いたいなと思うんですけど、ちなみに僕個人的に履いていきたいなと思ってる色はですね、こちらのタンなんですよね。これにまあちょっとね、黒の T シャツなんかめちゃくちゃ合いそうやなと思ってますので、まあ、これを履いていこうかななんて思っておりますっていうのが第2位のバギーズロングということになってます。まあ、機能面的にはねもうめちゃくちゃいいの分かってるから、ただ長いがゆえに派手なやつはちょっとこう足短く見えちゃうし、ちょっとおじさん臭くなっちゃうかなというところでね、もうおじさんなんですけども、ちょっとその辺は枠作りしていこうじゃないかというところになっておりますので、次は番外編に行きたいなと思います。で、番外編は何なのかというとですね、3つあるんですけど、まず1つ目っていうのが
このね画角に入ってるんですけど、この上のあの棚なんですね、木の棚で、これちなみにこの今撮影しているスタジオっていうのはですね賃貸になっておりますので、こう思いっきりドリルで穴開けたりとか木ネジ突っ込んだりとかするのはねちょっといささかこうちょっと怖いんですよね。だけどこれに関しては画鋲でね2箇所ポンポンって止めてるだけなんで、まあまあ可愛らしい感じじゃないですか。でこれ一応セットなんですよね、2つでまあ1セットみたいな感じなんですけど、2つで確か2000円ぐらいかな、2000円ちょっとぐらいだったと思うんですけど、1つはこうやってあのスタジオ用にしてて、もう1個は玄関の鍵用にしてるんですよね。だから鍵とか置く用としてつけてるんですけど、やっぱ賃貸で狭かったりしたらこう棚を置くとねめちゃくちゃ邪魔になってくるんですよね。だから極力下にあんまり物は置きたくないということで、特に今ここはねルンバで掃除してもらってるので、こう物を置くとねこうぶつかるようなんですよ。でガン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 ぶつかったりしてたまに物落ちたりするので、あんま置かんようにということでこの木の棚を購入したんですけど、まあ、特に賃貌の方とか、あとまあ一軒家持っててもあんま壁穴開けたくない方なんかはね、まあ画鋲程度なんでおすすめなんじゃないかなというふうに思います。で2つ目っていうのがこのスタジオ用に買ったライトなんですよね。でライトを今まで普通のシーリングライトって言って部屋とかにあるようなあのライトあるじゃないですか、あれ使ってたんですけど、なんか味気ないなと思ってこうワクワクするというか職場に行きたくなるようなライトをつけてみたいということでこちら今回購入したんですけど、ライトもねまたピンキーなんですわ。高いやつはめちゃくちゃベラボーに高いし、まあそんな高ないなやつはこれ高ないんですけど、これ何倍だったかな、5、6000円ぐらいで購入して、あとまあ電球はね別で買うんですけど、電球は入れたって知れてるじゃないですか。だけどこのなんかちょっとこうオシャンティーな感じのやつが高いんちゃうかなと思ったけど、意外と調べてみたら安いのであったんで、あまあまあまあこれは良かったんちゃうかということで、まあこちらは良かったかなと思います。ただねこれ4つ電球あるじゃないですか。で全部僕アレクサ対応の電球にしたろうと思って全部アレクサ対応の電球4つ買って入れたんですよ。ほんならですねアレクサ対応の電球って1コンセントにつき1つなんですね。だから4つ電球つけても1つしかつかないんですよ。これやられたなと思って、全然これどうしようかなと思ってるんですけど、まあちょっとアレクサの電球はねまた違う用途で使おうとは思ってるんですが、まあ、もしアレクサ対応にしたい方なんかはねちょっと気をつけていただいたらいいかなと思います。だから普通の電球僕はもうつけてもうカチンカチンってやってつけてます。で次は3つ目に行きたいなと思うんですけど、3つ目が何かというとですね、ダイソンの扇風機なんですね。これに関しては僕ちょっと型番が新しいんか古いんかはちょっとはっきり分かってないんですけど、一応冷風も出るし温風も出るし空気清浄機もついてるというタイプにはなってるんですけど、まあ、さっきも言った通り賃貸でそんな大きくないのであんまり物いっぱい置きたくないんですよね。ってことは例えば扇風機置きますと、ほんで暖房器具も置きますってなったらもう物だらけになってきた瞬間にもうルンバがまた当たってくるし、ルンバ当たる以上になんか僕もストレス溜まってくるしっていうことで、極力一つで二役してほしい、なんやったら三役までしてほしいな、そんなんでないですよね、ここにあるやないかということでルンバを購入したんですね。ルンバじゃなくて何やったっけ、ダイソンですわ、ダイソンを購入したと。だから掃除機はダイソンの持ってないんですけど、空気清浄機っていうかその冷風温風のやつはあのダイソンのやつ買ったんですけど、これはやっぱちっちゃくてよかったなと思いますし、三役してくれるので、ね、まあいいかなと思うんですが、ただねちょっと一つ気になるところがある。何かというと電気代、これ結構高いんですよ。1時間確か30円ぐらいするっていうことで結構高いんですけど、まあ僕は割り切ってですね仕事するときはつけるんだと。で仕事せえへんときはお前こんなもんつけて1時間30円もかかってるのにボッとしてる場合ちゃうぞっていう風に、まあ、自分自身に葉っぱをかける意味でもダイソンをオンにして、よし仕事しやな、30円消えていく30円消えていくと思って頑張っておりますということになってますので、まあ、あの冷風の方はねそんなかからへんのかもしれないんですけど、暖房の方がねちょっと高いみたいなんで、まあその辺はねあの、まあ、どうかなという風にあるので、まあ、空気清浄機もしてくれたらそんなもんやると思う人もおれば、まあ、高いなと思う人もおるし、まあ、僕はねあまあまあ高いなと思いながらも使ってるということで、まあ、自分を鼓舞するために使ってますということになっております。というのが番外編3つになってますね。そしたらじゃあ第1位に行きたいなと思います。4月買ってよかったもの第1位、これはもう正直言います、あの最初から迷ってません。もうあこれしかないなと思って、紹介したいなと思うんですけど、そちらがですねこのブラックエンバーのフォージになります。まあこれ比較的最近紹介したやつになると思うんですけど、まあこれはですねもうめちゃくちゃいいんですよね。でも何がめちゃくちゃいいのっていうと、用途ポケットとかがいっぱいあるから、その人その人によって用途って違うじゃないですか。でそれこそ僕もこれ普段持つ時とかやったらパソコン入れる時もあるけど、パソコン持っていかへん時もあるんですよね。でそれは何って言ったらバイクの今教習行ってるって言うじゃないですか。だからバイクの教習行く時とかはなんか筆記用具とか書類とか入れやなあかんとかっていうのもあるんですよ。でそれ細かいもん入れる時とかって中にいっぱい仕分けあった方がいいじゃないですか。でこれはね中にめちゃくちゃ仕分けあるから、あじゃあバイクの免許行くときこれで行こう、で別にちょっと出かけるときとかもパソコンこれピュッて入るしこれで行こう、ほんでもって背負い心地もいいから、なんかそんな重たいもん持ってるっていう感じもないんですよね。だけど安いリュックとかでたまにあるのがめちゃくちゃ肩に負担くるときあるじゃないですか。もう肩だけでなんか子供でも背負ってるんかっていうぐらい重いリュックってあると思うんですけど、これはねちゃんとなんか分散してくれてるんかして全然重くないんですよね。だからもう僕のレギュラーバッグとしてもうガン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 使っております。まあ、これねあのちな
みに友達にもらった温度計と湿度計が入ってるんですけど、まあ、こんなんが入れてたりとかする、あのノースレスなやつでね、誕生日かなんかでもらったんですけどね、まあ、これをつけてマイバッグという風にしております。一応カバン自体はなんか3ウェイで使えるから、こういう感じでビジネスっぽい感じで使えるらしいんですけど、まあ、僕はあんまこのビジネス用で持つことはないので、もうほんまかける専門みたいな感じで、もうこのリュックとしてしか使ってませんが、まあ、社会人の方とか、サラリーマンの方とかやったら出張行く時なんかはね、スーツケースにこうやってパチンって刺したりすることもできるし、まあ、これはその僕だけじゃなくていろんな人に合わせやすいんやろなと思ったんで、まあ、これはもう1位やなというふうに思っておりました。はい、ということでね、一応まあ4月に買ってよかったものトップ3というご紹介はしたんですけども、ちょっとこのカバンに関してはですね、ちょっとまあ年度上半期買ってよかったものみたいなのも6月ぐらいに出そうかなと思ってるんですけど、そこでもしかしたらランクインしてくるんちゃうかなっていうか、まあランクインしてくるでしょうというぐらい思ってる以上に良かったんですよね。まあなのでこれはあのおすすめできるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まあ、今回紹介したやつはね、全部動画説明欄下のところにリンク貼ってますので、気になるアイテムがある方は見ていただければいいかなというふうに思います。ということでね、本日は4月に買ってよかったものトップ3を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。